大相撲名古屋場所9日目、16日、愛知県体育館、御嶽海は大翔丸を一気の攻めで寄り切り、ただ一人土つかずの9連勝。伊大関は共に白星。高安は玉鷲を土俵際の突き落としでどけ、角番脱出まであと1勝とし、豪栄道は逆転の上手投げで輝きを下した。平幕の朝乃山が石浦を押し出し、早くも勝ち越しを決めた。記事全文を読む。